はい、どうも、トレーナーの狭谷としきです。今回は、体脂肪率20%の人が体脂肪率10%になるためにやるべきことについて話していきたいと思います。私は毎年ボディメイクのコンテストに出場をしていて、今年は5月に大会に出場して、フィジークノービスで3位になることができました。自分の減量の経験をもとに、体脂肪率が高い人が体脂肪率 10% になるためにやるべきことであったりとか、やらない方がいいことっていうのを解説していきます。今回説明する内容は、効率よく体脂肪を落とすためにはとても重要な内容になっていますので、ぜひ最後までご覧ください。現在オンラインでの栄養管理サポートの新規クライアントを募集しています。気になる方は概要欄からチェックしてみてください。それでは体脂肪率 10% になるためにやった方がいいことを3つ、やらない方がいいことを3つ解説していきます。体脂肪率 10% になるためにやるべきこと、1つ目、週4回以上の筋トレです。理由は、筋トレをあまりやらずにダイエットをしてしまうと筋肉が落ちてしまい、かっこいい体にならないからです。お腹周りだけ体脂肪が落ちない人っていうのは、だいたい筋肉量が少ない傾向にありますので、体脂肪率 10% を目指すのであれば、週4回以上筋トレをやりましょう。トレーニングの具体的なやり方については、おすすめのパターンが2つあります。パターン1は、プッシュプルレッグ法です。押す動作の日、引く動作の日、足の日で分割します。押す動作の日は胸、肩、上腕三頭筋、引く動作の日は背中、上腕二頭筋、足の日は足とお腹を鍛えていきます。3分割にすることによって、筋肉痛がある部位を痩せませながらトレーニングすることができます。この方法であれば、3日やってオフというペースでトレーニングができるので、高頻度でトレーニングをしたい人におすすめです。で、パターン2、上半身下半身の2分割です。上半身の日は胸、背中、肩、下半身の日は足とお腹、余裕があったら腕も下半身の日に鍛えましょう。この方法の場合、2日やってオフというペースになります。初心者にはこちらの方法がおすすめです。トレーニングが上達してくると、この2分割の方法だと体への負担が大きく、トレーニングの強度が伸びにくくなるので、分割法を変えることをおすすめします。体脂肪率を下げるためには筋肉をつけることが重要ですので、筋トレは何よりも最優先事項で頑張りましょう。なりたい体が細マッチョで、ゴリマッチョになりたいわけではないという人もいると思いますが、細マッチョはゴリマッチョになるための途中経過ですので、しっかりトレーニングをやってください。体脂肪率 10% になるためにやるべきこと、2つ目、低脂質高タンパク質な食事です。理由は、筋肉を残しながら体脂肪率を落としていくためには、体脂肪になりやすい脂質をカットして、筋肉の材料になるタンパク質を多く摂る必要があるからです。そしてタンパク質だけでなく、エネルギー源になる炭水化物もしっかり食べて体脂肪を落としていきます。私の1日の食事を例にすると、朝は白米 150g、 納豆、卵2個、ヨーグルトを食べます。昼は白米 150g と鶏胸肉 130g で、間食にもう一度白米 150g と鶏胸肉 130g で、追加でプロテインバーで、トレーニング後にはプロテインを飲みます。で、最後夜に再び白米 150g と鶏胸肉 130g を食べます。このような感じで、食事回数を多くすることは難しい人もいると思いますので、その場合は今話したメニューを3回にまとめて食べてもらえればなと思います。脂質をカットしすぎてしまうと体調不良になる恐れがありますので、卵や納豆、魚から摂るようにしてください。体脂肪を落とすためには、摂取カロリーが消費カロリーよりも少ない状態にしないといけないので、 1g あたりのカロリーが高い脂質をカットすることで、食事のボリュームを落とさずに体脂肪を落とすことができます。タンパク質をたくさん摂るとお腹も減りにくくなりますので、高タンパク質低脂質な食事というのはストレスが溜まりにくいので、とてもおすすめです。体脂肪率 10% になるためにやるべきこと、3つ目はハイカーボデーです。ハイカーボデーとは、炭水化物をたくさん摂ることによって停滞を防ぐ減量のテクニックです。体の中の糖質、グリコーゲンと言いますが、グリコーゲンが枯渇すると体は飢餓状態であると判断して代謝が悪くなり、体脂肪が落ちなくなってしまいます。そのため、定期的に炭水化物を多く摂る日を作ることによって停滞を防ぎます。ハイカーボデーの日は、普段と同じようにタンパク質を摂りながら炭水化物のみを増やすことをお勧めします。タンパク質を一緒に摂りながら炭水化物を多く摂ることによって、食事の満足感も上がり、食べ過ぎを防ぐことができます。私はハイカーボデーの時はお寿司やそばをよく食べています。ハイカーボデーの注意点は、1つ目に話した週4回以上の筋トレと、2つ目で話した低脂質高タンパク質な食事を徹底していないと効果を発揮せず、ただ食べ過ぎているだけになってしまいます。しっかり筋トレをして糖質を枯渇させて、低脂質高タンパク質な食事を日々継続をして、摂取カロリーが消費カロリーよりも少ない状態を継続させて、体が炭水化物が必要な状態を作ってからハイカーボデーを入れてください。ハイカーボデーはチートデーよりも体脂肪を増やすリスクを下げて代謝を良くすることができるので、減量中はとてもおすすめです。次に、反対に体脂肪率 10% になる
るためにやらない方がいいこと3つを解説していきます。1つ目は有酸素運動です。理由は有酸素運動ばかりをしてダイエットをしていると筋肉が落ちてしまうため減量が停滞してしまうからです。またもし絞れても細マッチョなかっこいい体になることができずガリガリな体になってしまう可能性が高くなります。細マッチョでかっこいい体脂肪率 10% の体を目指すのであれば有酸素をする時間があるなら筋トレをした方が絶対にいいです。それでも例外はあります。それは生活活動量がとても低い人です。デスクワーク、在宅ワーク、車通勤など座っている時間が長く1日を通して8000歩未満の運動量の人は有酸素運動をするというよりも生活活動量を普通の人のレベルまで高めるために買い物は歩いていくようにしたりして活動量を補ってください。減量中の1日の摂取カロリーは計算上基礎代謝×活動量かっこ 1.2 から 1.7 こちらで体重維持カロリーを求めてそこから100から300キロカロリーをマイナスすることによって求めることができます。活動量が低いと活動量の係数である 1.2 から 1.7 の数値が低くなってしまうため1日に食べていい量が減ってしまいます。そうすると食べる量が減るため食事のストレスが溜まりやすくなりますしトレーニングの強度も落ちやすくなってしまって筋肉に良くない減量になってしまいます。ですので生活活動量が低すぎる人は生活活動量を普通のレベルの人まで高めるために少し日中歩くようにしてみてください。生活活動量が普通レベルであれば筋トレと食事制限をしっかりしていれば体脂肪率 10% まで絞ることはできますので過度な有酸素運動はやめましょう。次、体脂肪率 10% になるためにやらない方がいいこと2つ目は低糖質ダイエットです。低糖質ダイエットをやめた方がいい理由は2つあります。1つ目は低糖質ダイエットのやり方が難しいからです。低糖質ダイエットを行っている人のほとんどが低糖質ダイエットというよりも超低カロリーダイエットになってしまっています。低糖質ダイエットとは別名ケトジェニックダイエットともいい炭水化物摂取量を極限まで減らし脂質を過度に摂取することによって脂質をエネルギーにする体を作って効率よく体脂肪を落とす方法のことを言います。この方法を自分一人で完璧に行うのは初心者ではかなり難しいと思います、脂質を多く摂ることができるため空腹になりにくいなど様々なメリットはあると思いますが普段お米などを食べている私たちにとってはかなり難しい方法のため個人的にはおすすめできません。低糖質ダイエットをやめた方がいい理由2つ目はトレーニングのパフォーマンスが落ちやすくなるからです。筋トレのような無酸素運動は糖質を主なエネルギー源とするためケトジェニックダイエット中は糖質を摂ることができないのでトレーニングのパフォーマンスが低下しやすくなります。ケトジェニックダイエットを完璧にできていればトレーニングのパフォーマンスを落とさずにできるかもしれませんがそもそもケトジェニックダイエットをしなければそのリスクは生まれませんのでケトジェニックダイエットではなくて脂質を制限するローファットダイエットをおすすめします。ローファットダイエットの細かい方法を知りたい人は概要欄にリンクを貼っておきますのでそちらをチェックしてください。体脂肪率 10% になるためにやらない方がいいこと3つ目は摂取カロリーを下げることです。停滞したら摂取カロリーを下げて解決するのはやめた方がいいです。摂取カロリーを下げるというのは減量において最終手段です。計画的なものであれば OK ですが停滞したからといってすぐに摂取カロリーを落としてしまうとさらに停滞しやすくなってしまって体脂肪率 10% にたどり着くことができなくなってしまいます。停滞した時はハイカーボディを入れることで代謝を高めて停滞を打破したりもしくは摂取カロリー範囲内でタンパク質を減らして炭水化物を増やしてみたりトレーニングの頻度を高めてみたりと別の方法で調整することをお勧めします。このような知識がないとどん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 食べる量を減らしてしまって筋肉も落ちて体脂肪率 10% にたどり着かずにお腹周りが気になったまま減量が進まなくなってしまいます。体脂肪率 20% から体脂肪率 10% までの減量であれば摂取カロリーをそこまで落とさなくても減量することができますので別の方法で調整しましょう。今回解説したやるべきこと3つとやらない方がいいこと3つをしっかり守ることができれば体脂肪率 10% まで体を絞ることができると思いますのでぜひ頑張ってみてください。最後にオンラインで栄養管理サポートの新規クライアントを募集していますのでもし気になる方がいたら概要欄をチェックしてみてください。最後までご視聴ありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。